利他的な、みんなを幸せにという、そういう美しい心というものが常に思いの中に出てくるようにしていかなければいけない、まあ、そうすれば自分の運命も好転していきますし。今年8月に老衰のため90歳で亡くなった稲盛和夫さん。京セラを一代で世界的な電子部品メーカーに成長させ、 KDDI 設立や日本航空の再建を手掛けるなど日本経済を牽引してきました。お別れ会には生前親交のあった関西の経営者や政界関係者など3000人余りが献花に訪れ、故人を偲びました。厳しさと優しさがね、混じってんですよ。私はもうボロカス言われましたからね。こういう人の名前が出てこないな、うん、もう私を含めたくさんの研究者が稲盛さんから何度もこう応援していただいて、また何というか活を入れていただいて、本当に大好きな人生の大先輩だった。日本の国大変やなと、この一番難しい時に生きていていただきたい方が亡くなっていくのに、非常に悔しい思いをしております。お別れ会は来月6日東京でも行われます。